वाकेन जापानको आयोजनामा भएको पाँचौँ जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता हालै टोकियोमा सम्पन्न भएको छ। प्रतिस्पर्धामा 17 प्रतियोगीलाई उछिन्दै प्रदीप कार्की उत्कृष्ट ठहरिए भने अञ्जना राजवंशी दोस्रो र लेखनाथ बगाले तेस्रो भए। उनीहरूले नगद 30,000, 20,000 र 10,000 एन नगद तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। विजेताहरूलाई जापानका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारीले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो।本日は、司会をさせていただきます。私の名前はシャンタル・バライです。日本には10年前にいるんです。そして、最初は学生で今、左側に並んでいる学生と同じような感じで留学して、今は、社会人として、東京で働いています。司会をやるっていうのはすごい一度か二度しかないので、すごい緊張もしてます。皆さん、ぜひご協力をお願いします。そして、今年は、第5回ですね、レパージュ留学生、5系日本語スピーチコンテストの実行委員長を務めさせていただきます、ワンダイル・シトシと申します。よろしくお願いします。いつも枯れるように司会をしてましたけれども、今回初めて実行委員長ということで、大変重いお仕事をやらせていただいております。数多くの皆様に今日ですね、来ていただきますので、改めて感謝を申し上げます。今日は大変タイトなスケジュールになっておりますので、長くは話せませんけれども、簡単に我々レバゲットは 何なのかというところを説明させていただきます。ここにちゃんと書いてありますが、まず最初のレバゲットはというのはレパール日本研究センターの略でございます。そこに書かせていただいているところではあるんですが、我々は2011年にですね、結成した団体でございます。センターでございます。で、主に何やってるかと申しますと、日本にいるネパール人の皆様ですね、特に留学生の知識構造、というところをメインにですね、活動させていただいておりまして、ここに書かせていただいております。一番上に書いてあるのは、定期的には勉強会を してますよというところで、それでは、年に一度ですね、このようなイベントをコンテストをやらせていただいております。で、その次はですね、第一ネパール人となりますなっておりますので、皆さんぜひご協力をお願いします。続きまして、ご来賓審査員の、ご紹介をジガンさんから説明させていただきます。ジガンさん、よろしくお願いします。早いことでこの弁論大会の5回目、今年からスピーチコンテストというふうに名前になってますけれども、趣旨なんですが、今急激にネパール人が日本で増えているんですね。皆様の近くにもネパールレストランができたとか、日本語学校に来ている学生がアルバイトしているとか、いろんなところでネパール人と出会う機会が多いと思うんですけれども、でアルバイトや勉強で皆さん忙しいと思うんですけれども、こういう場に出てきて一人でも多くの日本人と触れ合って、一人でも多くの日本のことを理解してネパールも正しく伝えていけるような後輩を育てていけたら、私たちも先に来た人としての責任を果たせるかなということで、この会はそういう趣旨で始めています。なってから日本に来ても、少し勉強できたらちゃんと皆さんの前で話ができるようになるんだよというのも、若い皆様の支えがあって、私もちゃんと努めていきたいと思っています。多くの方々集まりいただきましてありがとうございます。これから2時間、ネパールの皆さんが普段どんな思いで日本に住んでいるかというのを一緒に共感したり、少しは日本のことをどういうふうに見ているかということで、聞き苦しいこともあるのかもしれませんけれども、前向きなスピーチが多いと思いますので、どうぞ。ネパ県メンバーのニラウラ・ディさんと申します。今日はお休みの日、またお忙しい中、私たちの会のこのネパール在日ネパール人留学生によるスピーチコンテストにお越しいただき、本当にありがとうございました。で、今日はですね、先ほどお話がありましたけれども、結果的にですね、多くの学生の方たちから申し込みをいただきましたけれども、結果的に17名の方に今日スピーチをしていただきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいま紹介に預かりましたバッタバンでございます。ですね、先輩として何か話さなきゃいけないんですけども、もう本当に今日はスピーチコンテストになるともう緊張しております。
そうですね、まあそのまあ、人類の始まりっていうんですかね、前回は私はその人間とはその生物の違いは何かっていうことは、やっぱ言葉をしゃべることっていうのは一番の違いじゃないのかっていうあの話はしてましたが、でそのまあ人類っていうのはですね、もともとは何も暗号だけであのそのお互いをコミュニケーションを取り合って、成長とともに言葉をあの積んでいたと思います。その中でもですね、まあ、私たちはその、まあ、多くなあのネパール人がおりますが、まあ、ネパール語を中心に生活しておりますが、まあそのまあ、僕と違ってですね、まあ、あのもしあのこんにちは。아들뭐네팔이뭐어쨌든우리가자기신좀뭐뭐제가그저신어잔저도그거래아아일본아마어디네팔이로숫자벌이되고있어서일본만대리는네팔이로이슈나이런거고서아두이사람들번거다네팔이커뮤니티라기네팔이라이라는거보니오그냥네아떠벌이마음봐서그거를시키는건서아대수라기보니오라그거는건서아보니아그냥그스키가그라로떠벌이네팔마लिएर जानुहुन्छ त्यो हाम्रो एउटा नेपाली कम्युनिटीको लागि र देशको लागि राम्रो कुरा हो पछि देश टोकियो आनो स्पिच मिनासान नो स्पिच यो तानो सिमिनी स्टे ओरिमास नोदे मिनासान गाम्बात्ते कुदासाइ इजो देस अरिगातो गोजा दैनिची नेपाल नेपाल जी दैनिची नेपाल कोकु ताइशिका सोस्ते एनआरएन सोस्ते टोकियो सान निवा टीवाई ग्रुप क्यूएस लिमिट फुतादाबी नेपाल मिनासान कोनिचिवा みなさんこんにちは。私は2014年に留学生として日本に来ました。少なくとも1年半以上日本に暮らしてきて、いろいろなことを体験してきました。みなさん、日本の物価は高いですね。それだけでなく、高い学費や普通の生活をするために留学生もアルバイトをしなければならないと思います。今日は皆さんに自分がバイトを探した時、皆さんこんにちは。ただいま紹介していただきましたバガレ・リコナートと申します。ちょっと言いにくいかもしれませんが、名字はバガレです。父のふるさとと同じ名前です。レクナートは神様の名前をいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。私未来は将来はまだ決まってないんですが、今の勉強は IT ビジネスの勉強ですから、できたら、その関係の仕事をしたいですね。それは日本で日本で見つけたら日本で、見つけなかったらネパールへ帰って、そこで日本で学んだことをネパールで生かしていきたいですね。新宿情報ビジネス専門学校のバヌファティマと申します。本日皆さんに私が感じた異文化について発表していきたいと思います。よろしくお願いします。文化という言葉は幅広い意味を持っています。文化は様々な要素から構成されています。ネパールの文化と日本の文化には様々な違いがあります。皆さんはご存知だと思いますが、ネパールが今いただいているペーパーに実は好きな日本語は天国っていうのがあって、今のスピーチの中では日本語ですいません、ありがとうではなくすいませんという言葉が印象に残っているということだったんですが、それ以外にもう一つ、もし日本語で気になった言葉ですとか印象に残っている言葉があれば教えてください。考えてみればいっぱいあります。でも今急に出てくる言葉を言っていきたいと思います。それは大丈夫の言葉です。友好関係におけるネパールの役割をテーマにして発表したいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず友好関係というのは、友人としての親しい交わりのことなんですが、その上信頼や責任感を持つのも
最低の原則だと思います。来日したばかりの時は理解不能のままたくさんのイベントに参加したことでしょう。ようやく今になって思いますが、私が今まで生活上でやってきた全てのことが国際交流じゃなかったんじゃ、国際交流ではなかったんじゃないかなと。で、本日は私なりに理解した、国際交流餃子に少し似ているんですけれども、まあ、日本の餃子とはちょっと、まあ、日本では焼き餃子が主なので、少し餃子の作り方はまあほぼ同じで、中身は、まあ、皆さんもまあ説明するほど皆さん食べたこと。私はネパールにいるときはいつも家族に頼りながら暮らしていました。5人兄弟の一番下だし、何か問題があっても母や姉や兄に頼んですぐ助けてもらっていました。自分でお皿を洗ったこともありませんでした。生活が楽だったといっても、私の家族がお金持ちだったというわけではありません。家族はみんな熱心に働かないといけなかったのに、私だけがのんきに生活を知っていたのです。2013年の11月の1日に留学生として沖縄のうるま市というところに参りました。こんな私でしたので、当然日本での生活も勉強も大変なものでした。文化や食べ物の味や物価などが全然違うし、家族と離れての生活も初めてでしたので、いいのか考えてみました。それには欠かせない4つの項目があります。あくまでも私の考えですが、一つ目は農業です。早速両親に連絡しましたけれども、電話がつながりませんでした。それからも泣きながら何度も連絡してみました。私のバイトは新聞配達なので、夜中に朝刊のフロントページのニュースを見ました。ネパールで大地震が起きたと載っていました。そのひどいニュースを見てやる気がなくなり、海外に出ています。先進国の高度な技術やサービス、経営のノウハウなどを学ぶためです。海外で就職したいという若者も増えています。このまま若者がどんどん海外に出てしまったら、大きな地震があって首都カトマンジュではたくさんの建物が倒れ、多くの人々が死んでしまったよ。親戚の結婚式のためにカトマンジュです。今月の15日に留学生として日本にやってきました。日本に来てすぐこのような立派な場に立てるように素晴らしい機会を与えていただいた皆様に感謝を申し上げます。びっくりしたこととか楽しかったこととか嬉しかったこと、いろいろありますね。私も同じです。いろんな経験をしています。今日は日本の経験について発表します。その努力は将来私がいろいろな問題と戦わなければならないとき自信をくれるはずです。皆さんも異文化からぜひ異文化から学び、それに馴染む努力をぜひしてみてください。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。それでは審査員の思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、ネパールと日本の関係についてどう思っていますか？ネパールと日本は本当に違う国です。します。どうぞよろしくお願いいたします。私は2014年2月、ジェネシスプログラムで初めて日本に来ました。このジェネシスプログラムは、アジアと日本の若い人たちの交流を図る目的で作られたものです。ネパールでもこのプログラムに毎年参加させてもらっています。私は前から休みの日でみんなは自分の新しい目標を決めて決心していたところでした。青空の下で遊んでいた子どもたちが笑っていたところでした。山で観光客がワクワクして楽しんでいたところでした。日本が大好きで、日本の技術の中で情報技術が一番大好きで、将来は日本の有名な技術大学で情報技術を勉強して、
いろんな経験を積めて、国へ帰国して社会のために何かしようと思っています。ありがとうございます。早速ですが、本日私は日本とネパールで生活している上で驚いたことについてお話しさせていただきます。私は今からちょうど3年前に来日しました。言語の違いはもちろんですが、文化的に異なる事実もいっぱいで驚いたことがたくさんあります。朝日新聞奨学金で日本へ来ることができました。現在熊谷で新聞配達をしながら、埼玉国際学園で日本語も勉強しております。 Loved, strengthened by people. You should work as vibrant breeze between these countries. Of course we are working, of course we are doing our best, but there is no better way when the people from both of the countries really work hard and strengthen the relations. That's why your performance,Your skill, your Japanese skill. 正直、まあ、この会場から 100% の手は上がりませんでしたので、まあ、手を挙げていない方は、フォローしていただきたいと思っております。まあ、デメリットは全くございませんので、メリットばかりですので。ジャパニーズより、ネパールプティガリゴマヤ、ネパールライガリゴダチェイ、サバーボンバーサ、テュスコラギアミレ、ワールドネパディリバーサ、テスコラギアミ、ネパーリ、ネパラズダバス、NTP को तरफ बोला हमले उड़ा प्रोग्राम रखते चों चार महीने को 25 तारीख हमले जापान बॉडीज एक ही छोटी युटे टाइम मा हमले प्रोग्राम रखते चों कि उन्हें तो प्रोग्राम को सुने नेपाली रूले अब तब आए लाइज नेपाल मा वेलकम करना चाहन उनसा चाहन चों तब आए ले नेपाल आई दिनुस मंडी ते बोला चाहे तो ले हमले प्रोग्राम का गोदे चों त्यसको प्रोग्राम के सबने सबैले आफ्नो राष्ट्रिय पोशाक या जातीय पोशाक नेपाल झल्काउने एउटा कल्चर झल्काउने पोशाक लगाएर उपस्थितिको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। तिन बजेदेखि चार बजेको बिचमा तिन बजेदेखि हामी सुरु गर्छौँ र चार बजी अन्त गर्छौँ यो प्रोग्राम राखेका छौँ र यहाँहरूको पनि सहयोग सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। यसमा त ओडियन्स सो गाइ その前に皆さん全体的にとっても良かったです。どうもありがとうございます。今一度大きな拍手をお願いします。でその中で本当に1点差とかそういう接戦だったんですけれども、ここで 1,2,3 に入らないからといって自分の日本語は下手じゃなくて皆さんが今日訴えて伝えていただいたことは十分あったのでどうしても3人選ばないといけないということで選ばせていただきました。3位はジャンジャンとかならない2番目に話してくれました。ちょっとお待ちください。スジット・マナンダルさんです。あ、ちょっとお待ちください。ドキドキやべ、ドキドキ。さらにドキドキだ。これはすごい審査が難しいということの象徴です。話をしてくれましたバガレ・リフナッツさんが3番目でした。ちょっと前の方にお願いします。失礼しました。そして2番目は、14番で話してくれましたラジバンシー・アンジャナさんです。おめでとうございます。そしていよいよ1位の発表です。6番で発表してくれましたカルキ・プラディプさんです。皆さんおめでとうございます。どうぞ前の方に。副賞としましては1位は3万円、2位はこちらの方の非常にこうみずみずしい言葉の選び方が印象的で来日したばっかりなのにすごいなと本当に感動しました。これからも頑張ってください。よろしくお願いします。皆
さんお疲れ様でした。非常に僅差の中で敗れたというふうに聞いて、まあ、私も見ていたところだったんですけれども、ぜひこれからも日本語の、皆さん学んでいただいてですね、日本語という文化をですね、どんどん育てていただければと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。一番に届いませんけどな、あそこメインでパーティスペインするの参加者の皆さんから今日参加者の皆さんに